昭和21年から創業してまして、もともとはへら絞りから始まってるんですよね。今主力でやっているのが、金属の板金加工、プレス加工やってるところが少ないので、今へら絞りからの連携加工とか、そういうところに、注視してやってます。へら絞りは、まず1枚の丸い板を回転させながら、ロールをここに押し当てて、要はお皿みたいな形状にすることを絞り加工っていうんですけれども、絞る材質であったりとか、その同じ材質の中でも板厚が少し違ってたりするだけで、急に絞れなくなっちゃったりっていうのがあるので、職人の技術というかそういうのは必要になってきます。本格的に始めたのは10年前ぐらいですね。初めの頃はやっぱり一生懸命がむしゃらにやってただけというか、ただその長い年月やってる中で、やっぱりその職人の技術というか、いろんなところの方面の技術とかも盗んでというか、自分で考えて、自分でやってみてっていうのがやっぱり、今に至ってるとは思うんですけど、上には上がいると思ってるんで、山の頂上に行くのにはまだまだ先は長いと思ってるんで、最初の頃の気持ちというのを忘れずに、地道な努力をすることが続けられる人が一流になれるんじゃないかと思います。